はい、どうも、ジュンです。マリオカートイザデラックス、パート276やっていきましょう。さあ、今回もオンラインレースやっていきたいと思います。さあ、まずは GS ピーチガーデンからですね。ということで、今回使っているカスタムは、ディディコングの世界スクーターカスタムですね。なんとか今回はこれで1位を目指して頑張っていきましょう。さて、前回、本当にね、ひどすぎたんですよ。なんか前回もピーチガーデンが選ばれたように気もするんですがいや気もするんじゃなくてもうやりましたね。よし、もう本当にね、前回もう11位を何回取ったことか、もう3回取ったよ本当に。なんで本当にね、マジでもう今回油断することができません。 OK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 1 人やったぞ。 OK、 でも結局のところバイクが強いんだよね。カートよりか、カートそこまでね、あんまり速くないということが分かったような気もするんだよな。でもライバルと差をつけたいからね。とりあえず今1位だから、ちょっと待って、あーやらかしまった。待って、ここはライバルを追い抜きたいところだけど、わーでもここでキノコを使ってどうのこうのという感じなんだけれどもね。待って、なんかディディ同士でなんかあれなんだけど、もう待って、なんか前回もデジ同士であれだったような気もするよ。待って、なんで前回と今回のことがなんで被ることが多いんでしょうか、要素が。さあ、あれだな、突入。待って、今なんか放り込まれたな。防衛じゃないんだけど、まだマシか。待って、ここは OK、 スターだ。もうスターはなるべく早く使った方がいい。いけ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 、待って、ちょっと待って、おーい、待って待って、今ギリギリじゃん、マジで。待って、まずいって、これマジで。いけ、もうこうなったらもうしゃあない。もうギリになるよりかはマシだから、もうマジでギリにはなりたくない。いけ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 、待って、落ち着け。待って、今9位でしょ、やばいなこれ。オッケー、スターゲットだ。もうこれで外側を利用する。オッケー、誰か飛ばしたぞ。いけ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 、待って、これで、うわ待って、ファイヤーボールに当たった。結果が7位。うわ、最後のあのヨッシーはなんかちょっと抜かせなかったな。プラス2。まあちょっとだけ上がったという感じでしょうか。いや、なんかちょっと何も言えない。ビッグブルー、でっかい青ということで、2レース目ですね、頑張っていきましょう。なんか久々にビッグブルーが出たような感じがするんですけど、なんだか頑張っていきたい。やばい、危ない。今ってなんで食わってないの、やばいなこれ。もうなんとか頑張らないといけないかな、これ。落ち着け、落ち着けよ、こういうの。いけ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 、待って、ここでキノコ使うのもちょっとあれなのような気もするけどね。わーでも待て、 OK いけ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 、うわーアイテム取れない、アイテム取れないのは痛いよ。ほらー OK いけいけいけ、でなんとかここで加速をして、まあこれやられた時のこれ加速って結構大事だからね。もうこれも加速するや否かという感じだから。オッケー、とりあえずここで、あーたコーラが出たので、待って、ここでなんかスターが飛び出してるけど、ちょっと待って、なんか赤コーラ壊された、そして相手に戻れなかった。モム兵はマジでやべえ。だってもうこういうの、なんかこういう爆発するこういう前提なのがやばいすぎるわ。待って、今キラー当たったかと思ったけど、当たらなかったと思ったら今度はスターに当たったんだけど。待って、やばいなこれ。一旦コインを貯めて、やばい、今10位でしょ、まずいってこの状況。まずい、1人でも抜かさないとな、こういうの。いけ、もうこういうの、いけ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 、うわまたスターだし、しかもいけ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 、 OK、 1人抜かした、1人抜かしたところであんまり関係ない。うーわどうなるこれ、-14。うわ、 B の人-33ってちょっとかわいそうだけど、いいんだよこれ、戦いだから。さあ次、 DS キノコリッチウェイ。さあ3レース目ですね、頑張っていきましょう。
だって、うわ待って、これボスパックンかと思ったけど、ボスパックンのミニスーツだったわ、これ。待って、落ち着け。待って、しょっぱなアイテム取れないか。待って、落ち着け。なんとか俺はうまくいったよ。待って、うわ、車に当たった。わぁ、でもいけるのかな、これって。はい。うわぁ、やべぇ。オッケー、バナナ。トリプルバナナを引いたけど、なんとかいけるもんかな、これって。はい。うわぁ、待てぇ。落ち着け。落ち着くもんだよ。うわぁ、アイテム取れなかった。もう、ここ。常にアイテムが、もう移動してるからさ、これ止まらないんだよな、これ。オッケー。ゆっくり移動してることによって、なんかちょっと、なんか面白みがあっていいよね。オッケーオッケーオッケー、とりあえず何度か頑張ってきたよ。とりあえず今3位か。やばいなこれ。オッケー。うわ待って、誰かがやられた痕跡もあったけど、待って、落ち着け。ふぅ、待って、もうこんなったらアイテム交換するか一旦。待って、なんか来る。わあ、スターが来るのか。待て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 、うわどうしよう。一旦ここは赤コーラをなくしてもらって、待て、でもいけるのかなこれ。待って、最後の最後まで気を緩めるんではない。うわー、でもちょっと待って、あぶねー、ボム兵はマジでやべえ。急に来たらもう対処とかできないから、そういうの。待って、なんか1位が早すぎるんだわこういうのって。いって、やべ、待って、ラスト、ラストの展開がやばすぎるんだわ、これって。いけいけいけ、こう来て、乗り越えろ、いけ、よし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 、いけ、もうここが、オッケー、誰かやれた、いけ、結果は5位。4位じゃないんだ。なんで？まあいいや、プラス10。オッケー、とりあえずある程度戻したぞ。お、日米との戦い。今回ラストレース 3DS ロゼッタプラネット、さあ、あっという間に4レース目ですね。頑張っていきましょう。さて、もうなんかもうここでなんとか行ったけど、うわ待って、スリップストリームのせいで落とされた。大丈夫かなこれ、やばい。とりあえずこの部屋には10人いるので、とりあえずね、なんとかもう本当に上位を目指さないとレートが下がっちゃいますので、本当に頑張らないといけません、こういうのは。やばいな。オッケー、とりあえずこうして、もう全体透明になります。透明になって、オッケー、とりあえずオッケー、オッケー、もうここでなんとか発揮していくぜ。危ない、オッケー、なんとかいった、うまいわ。待て、落ち着け。うわーい、待って、スーパークラクションで邪魔されたんだけど。やばい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 。待って、こいつ、こいつなんで倒してくれないの。いけー、こうして、わー、いけないか。なんでこれが当たるの。ちょっと待って、納得できないって、これは。待って、今の当たった、ちょっとして。わー、待って、めちゃくちゃ危ないんだけど。待て、オッケー、とりあえずここで、あー、遠く。いけいけいけ、うお、ゴールドマリオの虎豆。危ねえ、危ねえ、危ねえ。さあ、ファイナルラップ突入。さあ、残りあと1周ですね。なんだか頑張っていきたい。うわ、待って、今、ファイアボールめちゃくちゃ危なかったぞ。本当にマジで。待て、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 待て。うわー、いけないかー。無理だそれは。待て、うわあいつがめちゃくちゃ速いわ。ここにいないってことは。さあ待って、今、うわそれはわからんわからんわからん。すげえ、なんでこっち行く。もう遠回りになっちまったじゃねえか。待て、うわ待て、落ち着け、やばいな。ちょっと待って、なに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 、なんかそこからなんか発射されてたんだけど。とりあえず4位。うわー、なんかちょっとうまくいけば1位いけたな、これ。トゲゾーでプラス10。うわー、これでプラス10なのか。え、
なんか4番の人がめちゃくちゃ B なんだけど。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。現在のレートは1890ということで8上がりましたね。ということで今回は少ししか上がりませんでしたね。でもなんとかね、ここら辺1位を取るのがめちゃくちゃ大変でございます。果たしてね、もう本当にね、アイテムをうまく駆使しないと勝つことができませんので、まあなんとかね頑張りたいと思います。まあやっぱりバイクが強いんでしょうか、曲がりやすさの。まあそこら辺もうまく活躍しながら頑張っていきましょう。ということでチャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTokのフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。